はい皆さんこんにちは村長です今日も緊急で動画を撮っていますなんとなんとアイドトープのネクター3エレメンツこれが無料で9月の4日までプレゼントされるという情報が来ていますボーカルエフェクトの入門編としてとっても使いやすいソフトですので是非ゲットしてみましょう今画面にありますこの URL は 概要欄に貼っておきますので、このプレゼントホームからこのように下がりますと、メールアドレスを入れれるところがあります。ここにメールアドレスを入れましょう。メールアドレスは2度入れてください。申し込むというボタンが下の方にありますので、そこを押しましょう。このようにセキュリティのために選択画面が出てきますので、今回の場合、オートバイというのを選んで、 確認ボタンを押しましょう。そうすると、お申し込みありがとうございましたという風に出てきますので、メールをチェックしましょう。はい。10分ほど待つと、アイドトープネクタイエレメンツ無料配布ライセンスのお届けという、こういうメールがメディアインテグレーションさんから届きます。そうすると、ライセンス番号がこの部分に表示されます。これを コピーしましてそしてアイドトープのプロダクトポータルというソフトでインストールをしますその方法につきましても概要欄に貼っておきますので初めてアイドトープ製品に触れられる方はアイドトープのアカウントというのも必要になりますしそこでプロダクトポータルというソフトウェアをダウンロードしてインストールすることになります 僕の場合はもう登録してありますので、プロダクトポータルを立ち上げます。そうしましたら、上のバーコードのようなところを押します。するとシリアル番号が追加できますので、先ほどのメディアインテグレーションさんから届いたメールに書いてあったシリアル番号を貼り付けてください。そして送信を押します。そうすると、 どこを認証先にするかということが出てきますので、ここでパソコンの画面のような左側のボタンを押します。そしてアクティベートを押します。これで成功しましたということになります。お持ちの製品というのを確認してみましょう。ネクター3エレメンツ。 というのがこのように出ています。僕はネクター3プラスという上位バージョンも持っていますし、古いネクター3も持っています。ですからこのような構成になります。右側の9つの点でできたボタンを押すと、これがこのような表示に変わります。まあ、どちらででもいいわけですけれども、ここのネクター3エレメント無料と書いたボタンから、 インストールをします過去にエレメンツを持っていても3のエレメンツはソフトが改善されていますのでアップデートをして最新版を使うことにしましょうインストールの流れはこのような感じです難しいことはありません普通のソフトウェアとしてインストールすればいいと思いますカスタムインストールを選ぶと細かい設定ができます 僕の場合は VST3 だけでいいですのでこのように設定をすると少しでもプログラム容量が少なくて済むかもわかりません。これで NEXT を押します。しばらく経つとこのようなフィニッシュ画面が出てきますのでフィニッシュをしましょう。はい。このように Nectar3Element インストールというところが白くなっていたらこれで完了していますネクター3エレメンツの使い方につきましてはあえて分割して使い方動画ということで別の動画をアップしたいと思いますのでもしよかったらチャンネル登録などをしてお待ちください皆さんもインストールをしてちょっと自分なりにいじってみたりしながら解説動画ができるのをお待ちくださいまた 僕だけではなくって、エレメンツの動画は、アイドトープの公式さんも出していますので、そちらの方も見てください。僕はそちらの方だけではないような、ボーカルのテクニック、そういうのもお話ししようと思っています。今日はご視聴ありがとうございました。村長スタジオでした。